残り45分です。鈴木孝幸、中田英寿、森下のシュート決まった。日本先制。決勝トーナメント進出に向けて日本に1点を取りました。後半の立ち上がり日本先制。変わったばかりの森島、いいですよ本当に、ね、森島らしい相手のミスのボールを狙ってたっていうね。